はい、こんにちは。マイチャンネル前原です。今日はこちらですね。うん、仮面ライダーガイムのデラックス無双セーバー&メロンロックシードです。はい、ということで少し前にですね、このゲネシスドライバーを紹介しましたね。うん、残月エーシンになりましたけども今回はですね、この無双セーバー、なんとですね、これ中古屋さんに置いてありました。しかも激安の1500円。すごっ。中古だからちょっと状態が全くわからないんだけど、うん、まあ、ある程度綺麗じゃないかなと踏んで買ってみました。はい、うん、じゃあ早速開けていきましょう。おい、はい、どうでしょうか。箱自体はすごく綺麗な状態だね。あ、うん、あ、なるほど。こういうとこ、あのテープの剥がし跡みたいのがあったりするかな。あ、まあしょうがないね、これはね。うん、あ、はい、ということでこちらが無双セーバーですね。かっこいい。いいね。うん、で状態も割といいかな。そうだね。この部分だけ一部ね、塗装のハゲがあるけど、うん、それ以外は目立ってね、うん、汚いっていうのはないかな。おお、いいじゃん。よかったね。うん、でこちらがホルスターね。うん、ホルダーにこうセットしてこれこう差し込むんだと思うんだけどさ。なるほど。はい、こちらがメロンロックシードですね。うん、では電源入れてみましょう。うん、電池入ってるかな。あ、入ってんだ。よかった。あ、すごいね。うん、じゃあボタンを押してみようか。ああ、この辺は一緒だね。うん、そうだね。うん、じゃあロック解除してみましょう。はい、おお、ちゃんと鳴るね。よかったよかったよかった。じゃあちょっと無理やりだけど開けてみましょう。うん、あ、これも綺麗だな。ああ、ガサガサが、ちょっとこの部分がガサリとしてるかな。この反射でわかると思うけどね。うん、一回ちゃった感じかな。そうだね。うん、なるほど。それ以外でもいいかな。うん、はい、では無双セーバーの方も電源入れてみましょう。こっちも電池入ってるのかな。無双セーバー。あ、入ってんだ。おお。え、もともと入ってんの。ありがたいや。すごいね、ありがたい。じゃあトリガー入れてみてください。はい、あ、これ斬撃音だね。あ、いい音。あ、いい音だ。今のがセーバーモードね。でガンモードにするときはここ一回引くんだって。うん、あ、そうそうそう、これで、あ、そう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 、ここから弾が出るね。お、あ、空打ち。もう弾なくなっちゃいました。なるほど。あ、溜まったかな。戻った。あ、戻ったんだ。うん、ちなみにうちは持ってないけど、大大丸と大大丸をこっちにつけることで、なぎなたモードにすることができるみたいだね。うん、では、戦国ドライバーでメロンロックシード聞いてみましょう。はい。戦国ドライバー。メロおー、いいね、懐かしいわ。オッケー、おいで、2回切って。3回切って。必殺技が3つもあるってのはいいよね。うん、そしたらこのロックシードを外して、で今度はこの無双セーバーにセットだ。いいね、いいね。うん、ちょっとロックシードの音がちっちゃいけど、うん、あの無双セーバーがすごくいい感じですね。うんうん、じゃあもう一度トリガー引いてみてください。メロンパワー。メロンパワーだって。メロンパワー。
で前回ねゲネシスドライバーを紹介した時にこのコア、あこれがこちらの戦国ドライバーのこの部分に刺さるんだよね、うん、やってみましょう、はい、はい、そしてセット。あーこれねマジで初めて聞くんだよね、うん、じゃあまずはオレンジとメロンエナジー一緒にやってみましょう、うん、いいよ、うん、お楽しみ、うん、ロックオン。来たジンバーメロン来たちゃんと連動しててない？うん。ミックスって言ったね。うん、言った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 。ああ、これはいいわー。うん、では、パパは？僕は？で、対決だ！あっ、しまった！あっ、飛び切りだ！いきなりだ。いきなり食らしてやる。まだ耐えてやる。何？行くぞ。さすがガイ。強い。ちょっと待って。これ大丈夫かな、エイちゃん。わかんない座って撮るっていうさ、うん、座って戦うっていうまさかのシチュエーションだったけど、うーんまあ、たまには許してください。はい、はい、ということで今回は仮面ライダーガイムのデラックス無双セイバー&メロンロックシードでした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします、はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。そしてチャンネル登録もよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。